公務員の受賞は初めての快挙です、うん、ミスジャパン日本大会でグランプリに輝いた佐賀県庁職員の吉田愛さん、今日知事に喜びの受賞報告をしました。ミスジャパンはミス佐賀吉田愛さん、おめでとうございます。応募総数およそ5000人、その頂点に輝いた現役佐賀県庁職員の吉田愛さんです。公務員の受賞は初めて。いや、同僚の皆さん驚いたでしょう。そうでしょうね。合体嬉しかです。嬉しい。合体方言嬉しいですね。この受賞を受けて佐賀県民は、うん、県民として誇らしいですね。高校生ぐらいの感じでしたね。県庁っていうことで佐賀のなんか象徴みたいな感じで、すごいですね。今自慢です。美人が多いから頑張ってほしいと思いますよ、はあ、そして今日仕事を再開する吉田さんは山口知事に快挙を報告しました。予定している質疑応答が票があって100個全部作ったって言って。あ、すごいね。質疑応答が何が来るかわからなかったので。公務員が生きてるんだ、そういうところ。いや、でも私はすぐつなげようとする。おととし入庁して現在は佐賀中部保健福祉事務所で勤務。自分を表現することが好きな吉田さんは仕事の傍ら何かに挑戦したいという思いが強まっていったそうです。誰でもいろんなことに挑戦できるっていうところを公務員だからこそお伝えできることがあるんじゃないかという覚悟を持って。吉田さんは今後公務として県の PR にも携わりたいとしています。これから頑張っていくばい。